ほらー、せーの、なんか中目人多くね、全員みんな撮らせて、これ。なんか今タンクトップ1枚で歩いてる男の人いたんですけどLDH のアーティストですか、あれは。ということで撮らせてに行きます。整理券何時かな。誰もいない。来たよ、お客さんだよ。そのままお待ちください。はい、待ってます。もらいました。何時間ぐらいある、あと1時間半ぐらい。ということでご飯に行きます。どうしますか。わかんないって何。半兵衛、半兵衛高いやん。1800円のハンバーグ食べたくない、別に。いやサイゼだってさ、1時間半もあるの。そうだよ、マジで。サイゼ隣の席の人ずっといまいちくんいまいちくん言ってたんで、同じトラステ町の人でした。若干気まずいよ、ずっと間違い探しやってたもん。買ってきました。これ袋なんて書いてあるの。エグザイル。いや俺さ一瞬メイドイン LDH スターズのさ、あ、デビュー日が書いてあるんだ。へえ。白だからスターズ専用のなんか袋なのかなと思ったら違う。違う。そんなことしたらファンタ買いに来てる子がかわいそう。いやだからそれぞれの袋を用意しとけよ。2個買った人はどうする。ファンタと3代目買ってきてる。ファンにはそれぐらいしてあげて。トラステが3代目一色になってました。あとファンタとセカンド。やっぱり3代目が来るとファンタ消えちゃうみたいな。だってもう映像がさ、2つとも全部3代目の映像だったもん。寒すぎて帰宅しました。では早速号令の開封会をやりたいと思います。号令のこちら号令でしょ。先生私こないだもそれテロップ打ちで間違えたやな。号令のって言って号令のさ、そう号令って言っちゃうよな。号令の開封会をやります。今回はじゃーん、何ですかこれは。初めて買ったわ。どうしても、あんたがどうしても欲しいって言うから、まあ、どうしても欲しいって言うから、じゃあなおとかもう帯かにしてって言って聞いてもらいました。とりあえず光ってるなっていうのを選んできたから。であとは音カード5枚。やっぱエグザイルじゃないからさ、7分の1だからいいよね。確かにね。そう、エグザイルで押し出すのマジ大変だから。ランペのファン大変だね、16人がいるから。じゃあ開けますか早速。なんかさちょっとあれ見てよ、シークレットみたいなまた書いてあったよ。今1人3つずつ公開されてますね。だからこれで3721、モザイクが7枚と、これマジでモザイクかかってないよね。それバリ受けないよ。これガチの見本ってこと。ガチのシークレット7枚とモザイクが7枚と。 OK、 じゃあ開けます。1枚目、フォトカード、せーの、おお、やったやったやった、きたきたきた。普通オタみたいに言うな。本当だ、普通オタだ。黒縁と縁なしと白縁になってるよ、よく見たら。だからこれは黒縁帯です。これ撮影場所があるんじゃないのかよ。撮影場所あるよ。この帯のやつは長野って言ってたよ。じゃあだからやつは意外がねなの。そうだよ、リュウジのやつは意外がねだよ。いいじゃん、幸先いいですよ。はい、次、はい、行きましょう。2枚目フォトカード、オープン。これは縁あり直樹さんですね。縁なしでしょ。縁だから縁直樹。直樹とか出ませんね。3枚しかないです。まあまああと3枚ありますから。せーの、ケンジロー。今のところカウンターへ。白枠ケンジローです。バラ咲いてなくなった。次頼みますよ。せーの、いや確率よ、やばいよね。35分の1。これシークレットでしょ。欲しい人あげる。これ最近ジョージの YouTube 見てるけどさ、うん、ジョージの YouTube の中でこう流行ってるのがあって、うん、それやれてる、やれてる、やれてる、やれてる。
やっちまってるじゃないの、逆も。いい感じ。まあいいな、そういう感じ、いい感じと。ちょっと、ちょっとやっちまってるよ、これ。ちょっと、ナオト見たいな。それだ、ちょっと全然出ないやん。追加で買ってくるか。ちょっと、もう一回買ってきて。ちょっと待って、あと1枚しかない。いやー、はい。いくよ、最後。せーの。お、いや、おみや、これ。そうでしょ、これシークレット。ちょっと待って、喜ぶものがいっぱいありすぎて こっちを喜ぶの忘れとった。本当だ、横やん、これすご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 、ほらこれ横だからマジのシークレットじゃん。マジのシークレットじゃん、やった。本当だ、売れピーやったね。え何何、熱くなってきた。何、ホームヒアーって書いてるよ。なになに、フロムヒア、フロムヒアって虹、下が虹かかってて。あ、ほんとだ、ここからって意味。あ、そうだね、ビデオ、あちょっと映ってるから、ここわかりますか、かかってて、うっすら文字が入ってて、フロムヒアって入ってんねん、ここに見えるかな。お見引きしてます、今回は。そしてやっちまってる。はい、こんな感じです。アウトは出なかったけど、シークレットが出てました。まあまあまあ、待ってよ。アクリルスタンドのアウトがなんじゃやるし、まあ言ったら、うわ緊張する。緊張する。これ5枚と一緒やからね、値段。じゃあ行くよ。ちょっとずつ上に上げてってくる。ちょっとずつ行く、いいよ、行くよ、行きます、せーの。ラー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 、痛い痛い、痛そう。あ、なんだなんだ、待ってて、それあれか、ラララララ、はい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 、そういうことね、そういうことでしょ、片隅で、そういうことでしょ、はい、ラララララ、あ、待って、これ頭出てない、頭出てない、頭出てる、出てるね、誰、これオミじゃないの、本当、ほらあああああ、デザインこんな感じ、ラーラーラー、なんかもっと俺さ、もうさ、もっとさ、あれなんじゃないの、もっと、もっと透明なんだと思った。ちょっと待って、登坂めっちゃ来る。かっこいいじゃない、そのかっこいい。いいやん、よく弾いたよ、グッジョブ、ナイスファイト。これ外したらさ、これ どうすんの、これなんかこれバラおしゃれだけど、それがいいのよね、よくわかんない、後ろのね、全然頭出てるっつってるとか、頭じゃなかったの、バラだったわ。黒か青だったから、もう帯かなみたいな思ったよ。でもみんな黒だよ、そこ。あ、そうなの、うん、みんな黒だった。黒ってか青だよ、いや、みんなそう。これあ、何、青っていうのはそのバラの色の話、そう、バラの色味違うの、違う、そうじゃない、帯だから青なんだよ、これ多分バラの色違う、違うでしょ、違うからなってるわでしょ、ほんとだほんとだ。以上、3代目スターズグッズ開封でした。